FC アドミラ・バッカー・メイドリングは、ニーダー・エース・ターライヒ州のマリア・エンチェルスドルフを本拠地とするサッカークラブである。オーストリア・ハンガリー帝国時代の1905年に創設された名門クラブ。1970年代までは SK アドミラ・ウィーンのクラブ名で活動していたが、1971年に SC ・バッカー・ウィーンと合併し、クラブ名も FC アドミラ・バッカーに変更した。 1970年代には UEFA カップでイタリアセリエへのインテルを相手に勝利を収め、1989から90年シーズンでは UEFA カップウィーナーズカップで準々決勝、進出を果たすなど好成績を収めるものの、1990年代から経営状況が悪化、オーストリアブンデスリーガとオーストリアブンデスリーガ2部を行き来するようになる。1997年には、 VFB メイドリングと合併し、現在のクラブ名となった。2007年には、レギオナルリーガに降格。2011年には、オーストリアブンデスリーガに復帰したものの、クラブの経営規模は小さく例年のように、残留争いに巻き込まれている。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、 代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。